住友ゴム工業株式会社は、兵庫県神戸市中央区脇浜町に本社を置く、タイヤ、スポーツ用品などを製造する、住友グループの企業、白水会に所属する企業である。タイヤは、ドイツのコンチネンタルに次いで、世界第5位。欧米では1999年により2015年まで、グッドイヤー社と、合弁事業を展開していた。 画像左住友ゴム工業白川工場。周辺は、阿武熊川上流域にあたり国道4号、東北自動車道、東北線、東北新幹線が集中する。解説付き画像はこちら2017年8月から2021年5月に、かけ、南アフリカの子会社の工場において、顧客と事前に取り決めた。 本来の品質水準を下回るタイヤを生産、出荷していたほか、加古川工場でも1990年代前半から、港湾岸壁用のゴムについて、国際機関の指針と異なる方法で検査を実施したり、検査データを改ざんするなどの不適切な検査が行われていたことが、2021年7月までに明らかになった。同年8月31日には、 加古川工場での問題を受け、医療用ゴムと岸壁用ゴムの国際標準化機構による国際規格の認証を取り消された。AB、住友ゴムの冬タイヤテストコースが完成なよろ。北海道新聞。スタッドレスをテスト旭川にコース完成をお伝えや。北海道新聞。住友ゴム社内の服装自由化を推進スニーカーやノーネクタイも可能に。 自動車春秋社。2019年12月29日閲覧。住友ゴムのタイヤ、顧客の水準満たさず、南アフリカで生産日本経済新聞2021年7月30日、住友ゴム、医療用ゴムなど、国際認証取り消し日本経済新聞2021年8月31日、以下はグループ会社。ありがとうございます。